朝鮮税法は、李氏朝鮮の創始憲法である。元は中国を起源とする剣術で、一旦廃れたものを、秋代末期の兵学者であるか谷元義が、1621年に、朝鮮に残された諸子役伝をもとに、ブ備島マ八86として編纂したためにこの名がある。諸派の自家党を用いる。初衆四法に引き続き各法四税、新い法一税、劇。 法十四税、司法四税の計二十四税が紹介されており、総主憲法らしく防御よりも攻撃に主眼を置いた、攻撃的なスタイルの憲法となっている。党の体操の頃は、剣士仙人を要するなど、中国剣術は、剣は実戦での強さが知られていたが、民末には、剣術は、スタで、その技法もほぼ失われ、残留した剣術の秘訣の歌、 剣分け歌にその名残を残すのみとなっていた。ところが、この中国本土ではすでに失われていた剣の勢い法が朝鮮では残存し、これを収集した高塚の情報をもとにかや元ギラが武備士にまとめたものが朝鮮税法である。資料には乏しいが、表唐劇など使われている術後の水古伝との類似政党から勢い法の成立は草現代 あるいはさらに早い時期であると見られている。また、秋よ、大和公選で名を挙げた、湯太いが、民間文芸学者、李料金に習ったとされる、軽素長権との類似性も指摘されている。加や元義に、朝鮮税法を伝えた、この、項塚の名は残っていないが、文禄慶長の役に参戦して、これを持ち帰ったのではないかと推測されているが、 この頃にはすでに、関継テてるの気候新書から、昆雲、東海、狼戦、長蔵、小尻、薙刀の六技を抜き出し分けした、武芸書譜が訓練都間の教本として用いられている。上に、高山都から日本剣術の習得も行われているため、影流目録をとにした気候新書の超刀術の可能性が高い。なお、この戦役で中国から朝鮮に、やり、剣、 矛先などの武芸が伝授され、後に、朝鮮十八発武芸が形成され、朝鮮王、清楚の命により1790年に、武芸図普通史として修正されたが、諸端加藤宗主、憲法の朝鮮税、法24税は含まれていない。代わりに、片派の、刀を用いる朝鮮税法に類似した、A 刀府28税が収録されているが、延年法も収録されている。 ブゲーズ普通詩二詩、ブビシではそれを書いていることもあり、これらの関係は、はっきりしていない。これについて、韓国の十八二保存会は、朝鮮税法は、ブゲーズ普通詩の、刀に形を変えて受け継がれていると主張している。一方、朝鮮半島においても、憲法としての朝鮮税法の伝承は途絶えていたが、1 9八十年代に、韓国コムドの一つ、大韓県道会が、 朝鮮税法を発掘して復元作業が行われており、2010年の北京、世界武道、格闘技大会や大韓民国手具公益市で行われた2011年世界陸上競技選手権大会などでも披露された。日本の剣道との関係においては、東欧強のように表頭勢と両手上段、激輪勢と中段、大取り頭勢と下段、天気勢と8勝を、 おさむ勢税と脇構えといったように、朝鮮税法と五行の構えの類似性を指摘し、中国の総主権府が朝鮮を経由して日本に伝わったと考える向きもあるが、馬名達は生態的な比較だけでは動きまで同じだとは証明できず説得力がないため、さらなる研究が必要であるとする。しかし、一部分の重要な激鳳の動作は日本剣道の動作と全く一緒であり、 中国の両手検討法が日本にまで伝わったと考えている等と主張しているが、この論法に基づけば、ドイツ式両手検術等も中国発祥になってしまう。ありがとうございます。